社会が抱える問題として高学歴プアという言葉がありまして、まあそのまあ、これから博士人材になる私当事者の私としてはすごくちょっと不安な気分になってたんですね。そこで研究活動以外の活動にも積極的に参加するような姿勢を持った博士人材というのも今後必ず必要になってくるなっていうふうに確信しました。まあ、そういった意味でも産総研イノベーションスクールというものに入ってその研究活動以外の、スキルっていうものを磨いたりしたこの1年間っていうのはすごく有効でした。基本的なマナー研修から始まりまして、まあ、これからの博士人材はどうあるべきかっていったことを直接的に学びましたし、あるいは、今まさに活躍している博士人材の方のお話を聞いたりすることで自分が今後どういうふうな人物として活躍していくのかということを具体的にイメージすることができるようになったと思います。研究のバックグラウンド分野が違う人材が集まっていますので、そういったところ分野の違う話を聞くっていうのはそれだけでもためになりましたし、あるいは今流行っているようなその異分野融合での新しい研究分野を開拓していくっていう視点で見てもすごく面白いと思っておりました。すごく1年間忙しかったんですけども、食べるものがたくさんある状態でした。でしかもその食べるものはイノベーションスクール事務局が、揃えてくださったすごく美味しい食材ばっかりなんで、スクール生にはどんどん何でもいいから食べてほしいと思います。食べた上で、まあ、自分がそれをどう自分の栄養にするのかってことをどんどん考えていくという意味でも、そのイベントとかそういったことは積極的に参加することが、今までこれからの博士人材として活躍するためにすごく大事なことだと思っていますので、すごく頑張ってほしいと思っています。そうですね、この1年間イノベーションスクール そのいろんなイベントに本当に積極的に参加してきまして、隅から隅までなんていうか味わったという気分ではあります。なのでまあ、そういった自分でその成長したかどうかっていうことは、まあ、なかなか難しく分かんないところはあるんですけれども、ただこれまで、まあ、テクノロジーショーケース学会で そのイノベーションスクールの活動が認められて受賞、ポスター賞を受賞したりであるとか、そういったこともあるので、まあ、その世間その社会に認められるような人材には、確実にその成長してきたかなと思っています。